はい、どうもこんにちは、こんばんは、モンスターダフォー、実況プレイ。今回は、小さな挑戦者たちというクラスに行きます。行きたいと思います。今回の武器は、ガオーガルバルクという武器ですね。雷属性値が高いんで、これにしました。まあ、私的にはアーティラートとか、このラの体験、これですね。ラの体験の方が、ラの体験の方がいいんじゃないかなと思うんですけど、雷属性値を考えるとこっちの方がいいかなと思いまして、まあ、発掘体験で、カメラ属性値が結構高かったんで、取っただけな、んですけど、これでもいいかなと思ったんですけど、まあまあまあ、攻撃力の段階で、こっちの方がいいかなと思いまして、あと、賞賛ですし、回収率はまあ、あんま変わらないんで、まあ、これでもいいのかなと思いまして、じゃあ、これでいきたいと思います。フック、アッシュだったかな？フック、アッシュが、確か、水属性と、雷属性が効くんだったかな、あいつ。まあ、水属性が一番効くんですけど、で、相手じゃねえや。ディスカブラーシュは、雷と氷で、氷が一番効くんですけど、今、ちょっと氷武器がないんで、どっちとも雷属性が弱いんで、それでいきたいと思います。体験は、あんま使わないんで、飯食ったっけ？さっき食った、ね、食べたよね。大丈夫だよ。泣いちゃうよ。食わなかった。この武器の収納の仕方がちょっとね、あれだよね。てか、ここの部分さ、もうさ、さっきも、同じことした記憶があるんだけど。最初は、鉄かぶらアッシュ、ちっちゃい鉄かぶらアッシュからなんでっちゃうね、そうだっちゅうね。お店大丈夫だよ。うん。よし、大丈夫か。よし。行くぜ、行くぜ。エクセン特攻をつけてるから頭をなるべく狙いたいんで。グッジョブ。ねえ、弱点に当たったら、なんか、回心攻撃が決まるみたいなシステムないかな。そのシステムがあったらさ、わかるじゃん。どうで当てたかみたいな。今、立ったけど。てか、うわうわうわ、びっくりした。びっくりした、びっくりした、びっくりした、今。影の方が、でかいっていう。だって弱点特攻より、回心つけた方が良かったよ、気がする。抜刀回心。ああ。すぐスタンスいるね。この時はね、弱点はね、尻尾なんで。うん。この時は今、頭の方が弱点なんだけど、まあまあ。念のために尻尾を切っておこう。ほらい。ほらい。よし、今は尻尾が出てる。弱点特攻が出てるよね。危なかったよね。意外に楽いね。よし。さすが弱点特攻。これの上にね、破壊王をつけようとなるとね、あれだからね、達人とか一切つかないからね。危ない。もう騙されないぞ。はい。これあんま食べないんでね。はい。プレイ。無心で。バットアウトアップ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 この状態は尻尾だったっけ？頭だったっけ？うん、頭だね。効かないよ、バーカ。俺の名を聞いてソロプレイヤーだ。あれで、尻尾が弱点じゃないか、バカタレイ。
お供がね、スタン取ったりとかするときあるんで、結構ムカつきますよね。今まで貯めてきたスタン値を思いっきり削りやがるんでね。これ、まあまあ、スタンしたことには変わりないですけどね。これ。まあまあ。弱い者いじめみたいな感じで見られそうで怖いんだけどね、これね。こっちね、あ、弱点の位置がね、コロ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 変わるんですよね。まあ今は、で、こいつね、弱点の位置がいろいろ切り替わるんで、弱点とこうつけてる場合、めんどくさいんですよ、わざわざ。尻尾にまで回るのが。これ。よし、こっちが。ああ、もう当たってない。まあ、その代わりランポスはいいですよね。全部弱点なんで。はい。で、この武器の説明欄に、最強、まさにこの武器に与えられしみたいな感じのなんかやつあるんですけど、ラーはって話ですね。ラーはって話ですね。もう、もう一言で、ラーはどうしたのって感じですね。痛い。まあ、ラーは属性値低いですけど、これより攻撃力は普通に高いんで、当たらないっていうね。属性値のこと言ってるのか、それとも、あれなんでしょうかね。普通に攻撃力、いや、危ない。属性値のこと言ってるのか、もしくは、切れ味のこと言ってるのか、それともスロット数のこと言ってるのかがわかんないんですよね。とりあえず、攻撃力じゃないってことは、痛い、もう、やめて。こういうところがあるから僕、君のこと嫌いなんだよ。水かぶらくん。な、そろそろ死のうか。よし。ちょっとこいつ素材。サブターゲット達成。確かここら辺に来るはずなんで。消えるまで待とう。消えたらもう直で、ために入ろう。まず飛ぼう。この辺に確か来るはずなんだけど。少しでもずれるとね、かっこ悪いじゃないですか。こういうとこをね、緊張するんでね、やめてほしいね。消えて早く。はい、普通にずれた。すげんな、弾かれただろうがボケ。ほら、いきなり切れんなこの野郎。ほら、え、待って、逆はめは無理だね。くんちゅの方が君の体よりでかいんじゃないの。ウェイ、ウェイ、最後まで痛い、もうやめて、いじめないで、やめてください、やめてください、お願いします。マジ見てください。危なっ。ヨンクックに殺されたらもう本当にメンツ立たないからね。なんかソロプレイヤーキリトだって話になるけどね。キリトに謝るって話になるけどね。頭がおかしいよ、痛い、もう頭がおかしいって言っただけじゃん。そこまでなぜ切れる必要がある。まあ、逆に頭がおかしいって言われて切れない人いないんだけど。それか自分のことはもう頭がおかしいって認める人か。おうちょい、おうちょい、よし、危ない。なんでさ、乗れないのかな。バカなのかな。バカだね。バカだね。ひどくね、それ。
ひどくねひどくねそれ。うわ、ひどいわ。悪質だわ。何より悪質。もう、ひでえ。ひでえ。ひでえ。うわ、ひでえ。ひでえ。とひでえ。詐欺だわ。インチキだわ、インチキ。クソ野郎だ、クソ野郎。うんこだ、うんこ、うんこ。うんこだ、こいつ。脱皮未遂事件。ああ、邪魔。いい加減乗れろよ。貯めた方が普通に良かったっていう。くたばるのだ。くたばるのだ。鉄カブラの方がまだ戦いやすかったよ。鉄カブラって言って、鉄カブラアシュネって言い直すやつめっちゃおっちゃうんだよ。いいじゃん、鉄カブラでって思うんだよ。鉄カブラであることは変わりないし。うぜえ、もうなんでこんなに転ぶ必要があるの？なあ。そうだ、ジョジョのね、第三部エジ、バカなのこいつ。エジプト編始まりましたね。いってーな。今の援助があっていいでしょ。で、まあね、ずっと休止に始まったじゃないですか。で、まあ、最初のゲブシンなんですけど、いやーもうやめて、ムカつけ、喋ってる途中もう腰折らないで話の。で、まあ、ゲブシンから、もう、何話すんでしょう、覚えてないよ、もう。こいつのせいでもう何話してたか分かんなかったよ、もう。ファック。ね、あ、そうだ、エジプト救援神編。で、ゲブシンが、意外に、ゲブシンの話の時に、あと持って2週間ですみたいに出たじゃないですか。スピードワゴンザイダーの人ね。その人たちさ、2週間って言いながらさ、アニメがあるのは週に一度じゃん。もう今週含めてさ、あと一週間だから、あと一話の命ってことになっちゃうよね。リアルで換算すると。ね。だから、でもさ、当たってねえし、当たってないって意味の絵でもあるけど。あー、もうやめてそれもうなんでそんなに吹っ飛ばもうやめてくださいそこまで吹っ飛ばさないでくださいもう、なんとくせぇもう、さあ、来んなもう来んな来んなま、どっか行け死ねほら死ね死ね死ねよっしょったー。メインターゲット達成。お疲れちゃん。普通に疲れたちゃん。
ということで、クソ野郎ども、主に、ケチョチじゃねえや。ヤンクックアッシュ、ドモの、まあ、ドモじゃねえけど、ヤンクックアッシュ、鉄カメラアッシュの、アッシュ同士の終了となりました。でもね、まあ、感想的には、結構もう合宿のクエストなんですけど、まあまあまあ、やってみたら結構楽しいんじゃないんでしょうか。で、この、なんだったっけな、もう、名前。バオー、じゃない、ガオーガルバルクっていうやつ。まあこれはですね、まあ結構攻撃力は、まあ低めなんですが、スロー3プラスカメラ属性が500丸ということで、まあ、使い道はあるんじゃないんでしょうか。まあ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 、なんかまあまあまあばっか言ってる気がするんですけど、まあ、さっき言っちゃった。もう、まあしか言ってないもん、俺。で、まあ、もう私、危なかった今、まあって言いかけた。で、まあ、まあ、もう、怖い。助けてくれ、まあの、まあ、言ってしまう。危ない。って言ったやつ確実に回ってしまう。危ねえ。もう、もう、助けて。助けて。まあまあでね。まあ。